ちさだ FM 沖縄。いよいよ夏の太陽が顔をのぞかせ始めました。昼間散歩で外を歩いていると腕時計の跡がくっきりと焼き付けられてしまいました。ラジオの前の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。シーサイド FM 沖縄、パーソナリティのジョンセイです。カラッと晴れた天気の日にはこんなナンバーがおすすめです。ユキヒロ、太陽の島。太陽の島よ、風も吹き起こせ、黒潮の流れ君に届け。私の故郷沖縄のことに関して地元のアーティストから琉球王朝時代の侍の話を教えてもらいました。通常侍は刀を持ち歩いていますが、琉球王国では侍は刀を三線に持ち替えて庶民に歌と踊りを伝える踊り舞踊として愛されていたということです。そして家の床の間に飾るのは日本刀ではなく三線。その三線は単なる飾りではなく、人が集まればすぐに演奏できるように置かれている。それは500年経った今でも変わらないそうです。沖縄の文化の深さ、命を大事にするルーツがそこに見えました。それはうちなんちゅうの誇りでもあります。シーサイド FM 沖縄、続いてのナンバーは岩本達夫、虹の歌。青い空にかかる虹が話しかける。友達になろう、一緒に歩こう。
してきましたシーサイド FM 沖縄ボイスブロック、いかがでしたでしょうか。次回またお会いしましょう。 See you next. Bye bye.